ウラガン級揚陸艦はフランス海軍の輸送揚陸艦に相当の環球。ベルドックは全長120メートル、艦尾の門扉は幅14メートル、高さ5.5メートルであった。ドック内には水深3メートルまで超水することができ、またドック内の自由水の動きを制御するための水路やバルブは自動的に制御されていた。イリック汎用揚陸艇であれば2隻。 LCM 型起動揚陸艇であれば18隻を収容できた。本級は常設の車両甲板を持たないため、車両や物資はこれらの上陸用集艇に収容したままで搭載するか、あるいは長さ90メートルの仮設甲板を設けることで搭載された。この仮設甲板は15個のセクションに分解することができたが、これを設置した場合、 ウェルドックの使用可能部分は減少することになった。また、輸送任務として、ウェルドックを車両甲板に転用した場合、1500トンの装備、物資を搭載することができた。シュペルフルロンであれば18機、アルエットであれば80機、a ナス1 3系戦車であれば120両、ダック水陸両用車であれば84両、ジープであれば340両、 50トン積みバージであれば12隻を収容できた。これらの物資の要項用として、ドック上には力量35トンのクレーン2機が設置されていた。環境は右舷側に寄せられたアイランド型とされており、その左舷側には固定式のヘリコプター甲板が設けられている。またその後方のドック上にも必要に応じて長さ36メートルの移設式プラットフォームをかする。 ことができた。これは6個のセクションに分解することができた。退役後、アルゼンチン海軍が買い取る可能性が取り沙汰されていたが、クレマン早急航空母艦と同様にアスベスト問題を抱えていたため、2007年1月末には買い取り不可能との判断がアルゼンチンによってなされた。ウィキメディアコモンズには、ウラガン急用陸艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。